空気軸受け、動圧型空気軸受けの内部構造空気軸受けは流体軸受けの一種で、作動流体に空気を用いた滑り軸受け。軸と受け布との間の空気圧によって荷重を支持する。圧力の発生方法によって、動圧型と制圧型とに大きく分けられる。作動流体が空気であるため、油軸受けと比べ摩擦損失が少なく、運転可能温度範囲が広い。 旧廃油装置が不要なため保守が容易で小型化もしやすい。しかしながら低負荷容量、低剛性低減水性という欠点があり、様々な軸受け構造が提案されている。軸の回転に引きずられた空気の流れが、くさび状に先狭ばまりとなっている部分にぶつかることで圧力が発生し、荷重を支える。制圧型と比べ、 コンプレッサーなどの装置が不要であるため小型化に有利である。軸を支えるのに十分な空気圧を発生するためにある程度高い回転数で運転される装置において使用される。構造上、静止時には浮上しない。このタイプの一種であるホイールベアリングは旅客機などの航空機におけるエアコンの心臓部にあたるエア、サイクルマシンなどで使用されている。 コンプレッサーなどを用いて圧縮空気を直接軸受け内に送り込むことで圧力を発生させ荷重を支える。同圧型と比べ軸が回転していなくても軸受けとしての性能を有しているのが特徴である。マイクロガスタービニや精密機械等の高速回転の軸受けに使用される。ありがとうございます。